コーピーは、粗面小胞体から、ゴルージ体へのタンパク質の輸送を行う小胞の、被覆タンパク質である。この過程は、人工性輸送と命名されており、コピーと関連した、逆光性輸送と対照的である。コーピーの被覆は、サー1、セック23、セック24、セック13、セック31の5種類のタンパク質から構成される。 これらのタンパク質はより大きなタンパク質複合体の形成のために、セック23、セック24ヘテロ2両体、セック13、セック31ヘテロ4両体を形成する。コーピー被覆を構成するタンパク質は5種類であるが、コーピー被覆の形成に不可欠なタンパク質複合体は、同じ種類の複数のタンパク質によって構成されていることは重要である。 これらの皮膚パク質は消法を正しい標的膜に差し向けたりドッキングしたりするために必要であるが、これらだけで十分であるわけではない。スネア、つみにその他のタンパク質もこれらの過程に必要である。コーピー消法の組み立ての過程は次のように要約される。GDP 結合型サー1が消法体の膜貫通タンパク質セック12と相互作用する。 GTP 結合型サー1が、セック23、セック24被覆タンパク質をリクルートし、プレ・バディングコンプレックスを形成する。プレ・バディングコンプレックスが、2番目の被覆層を形成する。セック13、セック31複合体をリクルートする。セック13、セック31複合体が、籠状の外層を形成する。サー1は、活性型である膜に埋め込まれた。 GTP 結合型と不活性型である、可用性の GDP 結合型の間のスイッチとして機能する GTP アーゼである。不活性型である GDP 結合型サー1は、小胞体膜の細胞質側に誘引される。小胞体の膜貫通タンパク質、セック12は、グアニンヌクレオチド交換因子として機能し、サー1の GDP の乖離を促進して GTP を結合させる。 GTP を結合した SAR1 はコンフォメーション変化を起こし、N 末端の両親倍性アルファヘリックスが露出して、小胞体膜へ挿入される。膜に結合した SAR1 は、SEC23、SEC24 複合体をリクルートし、プレ・バディングコンプレックスとして知られる複合体が形成される。SEC23、SEC24 は、 膜の積みにタンパク質の細胞質側ドメインに存在する選別シグナルに特異的に結合するが、これらのシグナルはコピのケダルや KKXX のような単純なモチーフとは共有されていない。近年の研究では集合していない積み荷を分離して排除するために複数の小胞体反質シグナルが協調的に機能することが示唆されている。さあ 1GTP と SEC23。 セック24で構成されるプレ、バディングコンプレックスは柔軟なセック13、セック31複合体をリクルートする。セック13、セック31複合体は、他のセック13、セック31複合体と多量体化し、クラスリン症法と類似しているがより大きな格子からなる立方八面体を形成する。立方面体の形成は、体膜を変形させ、 コーピー症法が乖離して、出荷の過程が完了する。いくつかのタンパク質は、コーピー症法への積み荷の選択的な積み込みを担うことが判明している。最近の研究では、セック23、セック23サー1複合体が積み荷の選別に参加することが示唆されている。サッカロミセスセラビカのアーブ 29P は、グリコシル化されたアルファ接合因子線具体の、 積み込みに必要であることが判明している。ありがとうございます。